はい、時間になりましたので始めさせていただきます。まずはいつもの注意事項になります。 ありがとうございます。今の時点でですね、音が聞こえてないぞという方はこれは聞こえてないはずなんですけど、スピーカーのボリュームを確認いただいたり、ブラウザを開き直していただいたり、それでも難しい場合は YouTube ライブでの視聴も可能です。また今年頭よりサウンドエフェクトという機能がオンになりまして、こちらオンにしたままだと人が入るためにピポンピポン言っちゃうってのがあるらしいので、こういったウェビナーの場合はオフをお勧めします。また以下からチャットやスタンプが使えまして、この機会にバシバシ押してみていただけると、私たちも嬉しいですし、この後もどんどん押してください。ありがとうございます。はい、私、福間と申しまして、少し場の紹介をさせていただいてから、登壇いただきたいと思います。ブリッジターミナルというのは、大崎にある社屋最上階南端にある、工房併設型のコミュニティスペースで、社員はもちろん社外の方も招いて多目的に使えることを特徴としております。私、こういった場の立ち上げに参画する機会が2016年にあって、その後、イベントに関する問い合わせをいくつか受けるようなことがあったので、まあ、ちょっとやったことなかったけど、初めてやって、てみたら意外と楽しくて、幅広い方々と面識を持って、その後幅広い方々と共通の興味を持って集まった人たちと飲んでお話ができるって最高やなって思うようになりまして、コロナが始まる前は月9回くらいが最大だったと思いますけど、実施するようになりました。その後コロナになって数ヶ月間やってはいなかったんですけど、リモートでやってほしいというお話をたくさんいただいて、やってみたところ、これはこれでまた、より幅広い方々に登壇いただいたり、海外からも参加いただいたりみたいな機会も増えて、ますます楽しくなり、コロナが明けた最近は、リモートの感覚で入れていると、例えば今週はリアル最高が、1週間に4回かな。最終も数回あるくらいになっているので、月で言うと十何回くらいのペースに増えちゃったっていう感じになっているのを、元上長の前で話すこの気持ちさってないですね。はい。でも、おかげさまで、様々な、出会いがあったり、いいことがあったりとかもするので、まあ、これはこれで放課後の趣味としてはいいもんかなと思うようになっております。と、皆様もですね、登壇してみたい方とか、登壇していただきたい方、また、こういったものを運営してみたい方とかにも喜んでノウハウ共有もしておりますので、興味を持っていただきましたら、そういった問い合わせなどもいただけると嬉しいですし、こういった場があってご縁があるみたいなのは、どんどん広められると嬉しいなと感じております。ちなみに、紹介、もしくは、私も登壇したいですみたいな人が、確か 95% 以上になってまして、ほとんどそういったご縁で成り立っているようなものになっております。で、この後、会場でのイベントの様子もいくつかピックアップして、ご紹介するんですけど、フィジカルな場は、それはそれで幅広い使い方もいただいていて、こういったものも織り交ぜてやっていきたいなと考えております。本日は、長野さんにお越しいただきました。同じ科の同僚なんですけど、最近、世界三大美術大学の一つに、未来を洞察する、学問をしに行ってくださったらしくて、実は毎月、部とかにレポートをくださるんですけど、それがいちいち面白いので、戻ってきたらなんか話してくれないって言ったら、いいっすよ、って。社内外でもいいですか？いいっすよって言ってくださったので、こういった会が実現しました。私もとても楽しみにしております。それでは改めまして、拍手スタンプでお迎えください。長野様になります。はい、皆さん、こんにちは。ありがとうございます。スタンプもありがとうございます。長野と申します。じゃあですね、スクリーンですね、まずは。はい。スペチャの皆さんも見えてますか？音も聞こえてますか？はい。リアクションありがとうございます。
で、今日は、リアル会場は10名ほどですかね、来ていただいて、はい、スペチャの方も、あ、すごい、20人ぐらい来てるんですかね。わかんないけど。はい、皆さんありがとうございます。ご興味持っていただきありがとうございます。僕はですね、福間さんと同じ、課にいまして、ソニー株式会社技術開発研究所、HI 技術開発部っていうところにいます。で、実は、僕は、今年の9月頭に留学から帰ってきたんですけど、その間に会社も変われば、部署も変われば、もう、なんか何が何かわからなくて、で、この、研究所とか開発部とかのも全然知らなかったんですけど、帰ってきてからこんな部署になってたんだっていうようなものになります。はい。で、最初に私の自己紹介から、させてもらうと、大学院は人間工学とか経営工学、まあ、デザイン思考っていうところを学んでいて、で、まあ、新卒でパナソニック入って、機内エンターテインメントシステムで飛行機で見る映画のシステムですね。あれの、まあ、組み込みソフトの開発とかしてました。で、その後、ソニーに来て、AR、VR のインタラクション開発をして、去年、2022年8月から1年間、パーソンズっていう、ニューヨークの、美術大学ですね。デザイン系の大学に留学させてもらいました。はい。で、今月の9月2日に帰ってきたばっかりということで、まだまだ、家を整えたりとか、そう、まだ仕事も全然してないんですけど、このパーソンズで1年間学んだことっていうところは、やっぱりソニーにも、お金を出してもらってる部分もあるし、まあ、貢献したい、恩返ししたいってところもあるし、やっぱり、まあ、ソニー以外にも、まあ、日本っていうところに関しても、いろいろと恩返ししていければいいかなと思って、今日は、福間さんにもお誘いいただいたってところもあって、お話をさせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。私が言ってたパーソンズスクールオブデザインっていうのがこれになります。パーソンズって聞いたことある方っていますか？あ、半分ぐらいですかね。スペチャの方、お、すごい、2人、3人、4人、5人、すごい。たくさん。バツ印もいたいです。そうですね。有名なところで言うと、おそらく、ファッションデザインっていうのが有名で、トム・フォードとか、アナスイとか、の出身校でもあって、で、最近って言っても、まあ、ここ20年ぐらいですかね、からはもっともっとテクノロジーとか入れたデザインっていうところもやったりしています。で、僕はこのパーソンズの中で、デザイン&テクノロジーっていうプログラムがありまして、いわゆる AR、VR とか AI とか、新しいテクノロジーを使った、まあ、デザイン的な解釈、まあ、アート的な解釈というところをやってるプログラムの授業を取りながら自分のリサーチっていうのもしていました。で、まあ、いろんなプロジェクトを、まあ、授業とか自分のリサーチでさせてもらったんですけど、まあ、例えば、まあ、こういった左上の電子工作みたいなところもやったし、左下の、まあ、ロブロックスとパーソンズのコラボ授業みたいなところもやって、ロブロックスの、まあ、服を作ったりとかしてました。あと、右下の方行くと、まあ、こういう HoloLens 2とか使って AR の中での、サウンドのインスタレーションとかも作ったりしていました。で、右上は、自分のやってたリサーチなんですけど、まあ、デザイン系のリサーチっていうところでまとめて、C グラフで、ポスター発表したりしていました。で、いろんな、まあ、ことを学んだんですけど、自分の中で一番、これはと思うところが、やっぱり、フューチャーデザイン、まあ、未来をどういうふうに形作るかみたいなところが自分の中に興味を持って、より深く、勉強してきたということになるところになります。で、今日はその部分について、お話できたらなと思っています。はい。で、今日お話しする内容についてということで、まあ、フューチャーデザインっていう、言葉から、なんか未来をどうにか作れるのかなみたいな思うかもしれないですけど、まずはじめ未来予測っていうことはしません。ほう、何が違うんだろうみたいな感じが知れないですが、はい。で、次、まあ、デザイン思考とかで使われるようなフレームワークとかメソッドっていうのはお伝えしません。で、多分ソニーだったらエンジニアの方も結構多いかなと思ってて、よく言われたら惹かれるのが、まあ、この特定の技術僕開発してるんですけど、
それを生きる具体的なユースケースを早く見つけたいんですみたいなことをよく言われていて、でも今日お話しする内容ではそういった具体的なユースケースを出すようなまあメソッドとかはないですっていうところです。はい、じゃあ何をお話しするかっていうところで、大きく分けて2つお話しできればと思っています。1つ目がフューチャーズ&スペキュレーションっていうところで、もう1つがストーリーテリングナラティブっていうところです。で、フューチャーズスペキュレーションっていうところでは、もうより、いわゆるあり得る未来みたいなところを、まあ、考えましょうっていうところを話して、ストーリーテリング&ナラティブっていうところでは、そういった、作ったものをどういうふうに伝えるかっていう部分をお話しできたらと思います。はい。まずはフューチャーズ&スペキュレーションっていうところなんですが、フューチャーズは、皆さん、わかるかなと思うんですけど、スペキュレーションっていう言葉、まあ、スペキュラティブとかスペキュレーションっていう言葉、聞いたことあるって方いらっしゃいますか？リアル解除は支援ですね。あ、スペチャでは2、3。はい。そうですね。まあ、スペキュレーション、まあ、スペキュラティブデザインっていう言葉が、2014年ぐらいに、RCA、ロンドンの、ロイヤルカレッジオブ、アーツ。すいません。ローヤル・カレッジ・オブ・アーツ。いた、アンソニー・ダンさんと、ピュア・レヴィさんが言ってた、まあ、スペキュラブデザインってところが有名かもしれないんですけど、未来を考えるときによく、このスペキュレーションって言葉が出てくるので、ちょっとタイトルに入れさせてもらいました。で、よくある、まあ、未来予測みたいなものがあると思います。例えば、まあ、コンサルティング会社とかが、こういう技術はこういう未来をなりますよとか、社会課題はこういう未来になりますよとか、そういうところは結構出るかなと思うんですけど、それって僕の理解なので間違ってたら全然突っ込んでほしいんですけど、今の技術とか今の倫理、今の社会課題でプラスなんか将来的にこうなるだろうと予測を含めて、じゃあこういう未来が待ってるではないかっていう直線上の未来を描いてるではないかなと思います。はい。ただですね、このキャパシティトゥディコロナイズってところが、出していたものなんですけど、未来っていうのは事実に基づかないし、予測できないし、直線上ではないし、均等ではないし、唯一でもない、現在に限らないっていうふうに言っています。なので、先ほどの図であったような直線上の未来を描いたとしても、結局それは、まあ、外れちゃうことも、まあ、往々にしてあるし、人っていうのはいろんな未来を想像してるんじゃないかなと思っています。で、未来に対しての唯一の道っていうのは、ないというふうには思いますし、未来に対しての正しい答えを今出すっていうのは、まあ無理なんじゃないかなと思います。そこでですね、この、未来を考える、まあ、フューチャー、デザインフューチャーですね、フューチャーデザインとか、あと、まあ、スペキュラティブデザインもそうですけど、こういった、まあ、フューチャー界隈のことをやっていると、フューチャーコーンっていうのがよく出てきます。もともと1990年代ぐらいから、フューチャー系のリサーチャーとか、アカデミア系のところから、まあ、出てきたものです。で、いろんなフューチャーコーンがあるんですけど、このフューチャーコーンは、パーソンズの、エリオットっていう先生がいて、彼が作ったフューチャーコーンです。すごい、めちゃくちゃシンプルにできてるんで、僕はわかりやすいと思って、これを今日は紹介したいと思います。で、左に行くと、まあ、パスト、過去ですね。で、右側行くと未来。で、コーンの先っぽがまあ現在としたときに、じゃあ未来っていうのはその直線上にあるじゃなくて、まあありそうな未来とか、もっともらしい未来とか、あり得る未来。で、コーンの外のありえない未来まで、しっかりいろいろと幅を持って考えていかなきゃいけないんじゃないかっていうことをこれでは示しています。なので、はい、いわゆるもうこうだろうとか、これがもうフューチャーとしては、未来としては正しい予測ですみたいなの出すんじゃなくて、いろんな未来を幅を持って考えていくっていうことが大事になります。はい。で、フューチャープラクティスっていうのがあって、まあ、いろんな人たちが、未来を考えているんですけど、これもパーソンズの先生、エリオットが作った図なんですけど、それをこう、図にしたものになります。左側行くとアンコンストレインドで、まあ、制約ない。右側行くとコンストレインド、制約ありなんですけど、例えば右側の方に行くとストラテジーとか
戦略系のところですね。左側行くとアート系のところ。で、真ん中辺に、まあ、デザインがあったり、まあ、スペキュラティブデザインがあったり、クリティカルデザインがあったり、デザインフィクション、サイエンスフィクション、スペキュラティブフィクションとか、フューチャースタディーズとかあります。で、皆さんも、まあ、よくご存知のデザインシンキングとかは、このストラテジーの中とかに入ってたりします。今日はですね、この真ん中あたりの、スペキュラティブデザインとか、デザインフィクションについて、それぞれ、具体例を、交えながら、どういうものかっていうのをお伝えしていければなと思っています。まずはじめに、スペキュラティブデザインです。で、これは先ほどもお伝えした通り、ロイヤルカレッジボワード RCA の元先生で、まあ、アンソニー・ダンさんとフィオナ・レイビーさんっていうのがいて、今はパーソンズで2017年から教えてるんですけど、彼らが2014年ぐらいに作った言葉です。ちょっとこう読みますと、スペキュラティブデザインとは思考するきっかけを与え、問いを生み出し、今私たちが生きている世界に別の可能性を示すデザインのことであるっていうふうに言っています。なので、思考するきっかけを与えて問いを生み出すっていうところに、デザインのポイントがあって、ありますと。なので、まあ、スペキュラルデザインはすごく、理解するの難しいんですけど、僕も、スペキュラティブデザインを理解するのに、おそらく3、4ヶ月ぐらいかかりました。しっかり理解するのに。ただ、考え方としてはすごく、面白いし、で、彼らが、アンソニー・ダンさんとフィロナ・レイビーさんが言うには、彼らはこういうメソッドではなくって、スペキュラティブデザインは、まあ、態度だとか言っています。で、態度っていうところが、ポイントかなと思います。じゃあ、どういった例があるかっていうところで、いくつかご紹介します。で、アンソニー・ダンさんとフィオナ・レイビーさんが2007年にやっていた、まあ、テクノロジカル・ドリームス・シリーズ・ナンバーワン・ロボッツっていう、プロジェクトになります。ちょっと動画をご覧ください。はい。まあ、彼らの作っている、ここに4つロボットがあって、そのうち1つの、動画の部分になります。で、これで彼らが言いたいことっていうのは、人間とロボットの関係性に問いを、投げかけているところです。もし、こういった、まあ、近づいたら、ちょっとロボットが、ちょっとヒステリックとか、ちょっと神経質になるような、近づいたら、そういった動きをするロボットがいたときに、人とロボットの関係性はどう変わるのかっていうところに問いを立てています。ちょっと難しいと僕は思うんですけど、はい。だそういったデザインになります。で、もう一つ例をご紹介すると、2009年にアンソニー・ダンさんとフィオナ・レビーさんがやっていたデザイン・フォー・アン・オーバー・ポピュレイティッド・プラネット・プロジャースっていうものになります。で、2009年の時点で国連が40年後に、まあ、人口増加に伴い、今よりも 70% 食物をもっと作らないと足りませんっていうふうに発表していて、じゃあどうするのかっていうところに、一つ、こういう解決法もあるんじゃないかっていう、まあ、問いですね。問いを立てるっていったプロジェクトになります。で、この右側の図にあるように、なんかパイプみたいなのをスーッと出して、皆さん、水たまりか池か何かわからないですけど、そういうところに、刺しています。で、これで、
いわゆる今までって人間は栄養素を、まあ、牛とか、あとは野菜とかフルーツ、いわゆる人間の食べ物であるものから取ってたんだけれど、それ以外のもの、例えばこの右側の、まあ、水たまりみたいなところから栄養素を取れるような消化器官を作れたと仮定した場合、どういうふうに社会構造が変わるかとか、人間のそれぞれの関係性が変わるかっていうところを議論するためのそういった、まあ、問いをここで立てています。ちょっと難しい話じゃないですけど、はい。はい。僕もこれは理解するのにもう本当にすごい時間がかかってるんですけど、はい。そういった、まあ、問いを立てる。そして、その問いに対してみんなでディスカッションしていくっていうところにポイントを置いているっていうのが、スペキュラティブデザインです。で、次にデザインフィクションっていうことを、紹介したいと思います。で、デザインフィクションはですね、ブルース・スターリングっていう、SF 小説の作家さんがいるんですけど、ご存知の方いますか ?1980 年代ぐらい有名な。ありがとうございます。はい。で、彼が2005年頃から言い始めた、言葉でして、まあ、デザインフィクションとは未来になっても何も変わらないだろうという考えを見直してもらうために活用する物語的プロトタイプのことです。で、未知のオブジェクトやサービスが生まれる可能性について真剣に考えること。で、それは、まあ、ストーリーというより世界を伝えるものなんだよっていうふうに言っています。で、まあ、これだけじゃ、理解はすごく、難しいかなと思うので、またちょっと具体的な例を使って説明できたらと思います。よく、デザインフィクションを、説明するときに出てくるのが、このザ・ブラインドカメラっていう、プロジェクトになります。で、これは、ちょっとカメラみたいに見えるんですけど、実は、筐体にレンズは全然ついてなくって、中開けると、実はこれソニー・エリクソンの、携帯らしいです。で、それが中についてて、ディスプレイだけ、まあ、外側から見えるようになっています。で、カメラのボタンをこうポチッと押すと、レンズがないんで、今の、映像を撮るってわけじゃなくって、そこで撮られた過去の映像とかをそこに出します。まあ、そういったプロジェクトになります。で、これは、もちろん、このプロダクトを、世に販売していくっていう、まあ、プロダクトデザインのプロジェクトではないですし、かといって、これがアートかって言われると、ちょっと違うし、で、これを何に使うかっていうと、こういった、まあ、未来、世界観を実際に手にしたときに、人々がどういった、まあ、議論だとか、ディスカッションをここでできるかっていうところをポイントにしています。で、もう一つ、ジュリアン・ブリーカーさんっていう人が、同じブルース・スターリングが、デザインフィクションを言い始めたぐらいから一緒にやってる方なんですけど、そのニア・フューチャー・ラボっていうところで、まあ、デザインフィクションを彼もやっていて、そこのちょっと動画を分かりやすいので紹介したいと思います。ちょっと英語なので、終わった後にまた説明はします。Sure, it would tell them what we ate, but it would also tell them where things were made, where they were sold, how they were sold, the technologies we had access to, how our government worked, what was important in our society, what we cared about in our culture, and much, much more. Design fiction takes an ordinary thing, like a box of cereal, and uses it as a canvas to visualize insights, research, and trends as if they had actually happened. Bringing them together like this lets us experience these changes.In ways that a chart never could, and forces us to embrace the details in ways that a concept video never would. はい。で、ここで、ポイントになるのは、ここに、まあ、クリケットクランチってある、まあ、コオロギのシリアルみたいなのをプロトタイプとして作っています。で、これは何のために作ったかっていうと、例えば、まあ、将来的に昆虫食になりますよみたいな、そういう未来があるとは、よく言われてるとは思うんですけど、それのシリアルのボックスをしっかり、どこから、どこが、製造していて、どういった、なんていうんですかね、政治的な機関、国際的な機関が認めていてとかいうところも一つ一つ、このボックスにデザインしていくことで、まあ、どういうことが将来的に議論しなきゃいけないのか、考えなきゃいけないのかっていうところをプロトタイプとして作ることで、議論しやすくなる。
といったものになります。なので例えばコンセプトビデオで昆虫食になりますよって言ったとしても多分詳細までは映しきれないんだけれど、こうプロトタイプを一つ作るといろんな議論がしやすくなるといったものになります。で、これがデザインフィクションになります。で、次にサイエンスフィクションです。サイエンスフィクションはもちろん皆さん見たことある方は多いと思いますが、2001年宇宙の旅とかマイノリティリポートとかハーっていう僕の好きなちょっと変な映画があるんですけど、まあシリみたいなものとこう話して恋愛会場をなんか恋愛感情がこう芽生えるみたいな映画があったりとか、あとはレディープレイヤー1とかいうところがあるかなと思います。で、これもすごい将来を考えにおいていろんな研究者だったりとか人が影響を受けています。特にHCI、まあ、ヒューマンコンピューターインタラクション界隈のコミュニティもこういうとこから影響を受けて、例えばマイノリティリポートのこういう空中 UI みたいなところもそこから来てるかもしれないし、すごい影響を受けてます。で、この前ですね、先月 C-GRAPH っていうのがロサンゼルスの方で開催されて僕も参加したんですけど、そこでデザイナーのアーロン・マカスって方がいて、彼が、まあ、サイファイ・ヒューマン・コンピューター・インタラクション HCI におけるトピックスっていうところでまとめたので、ちょっと紹介したいなと思います。このサイファイにおいては、まあ、ユーザーとテクノロジーの関係に仮定を置いているっていうところで、もちろん映像作品として見に来たユーザーの共感を生まなきゃいけないので、ユーザーを中心にしてそのテクノロジーはどういうふうな関係性であるかってところを考えたりしています。で、文化的多様性ってところでは、先ほど4つご紹介したサイファイっていうのはハリウッドですけど、もちろん日本のサイファイもあるし、中国のサイファイもあるし、まあいろんな文化的多様性、まあ、例えば映画なんかハリウッドで作られた映画としてもいろんな星から来た人たちがいたりとか、そういう文化的な多様性もあります。で、次にディスプレイによるインタラクション、これも映画ならではの分かりやすく映えるようなそういったディスプレイ出ています。あとは電話だったり透明ディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ、ボディースーツなども出てるかなと思っていて、あとはスピーチとオーディオ、まあ、コンピューターと話すみたいなところもよく出てくるアントピックスです。で、ユーザーセンタードデザインについて言うと、これは本当に実際使ったら、僕たちが実際の世界で使ったら、本当に使いやすい製品かというと、ちょっと違うかなと思っていて、ただ映画の中で映えて、その使ってる主人公なり、役者さんが使いやすいだろうというふうに見えるように作られています。あとは体の外や中に装着されたツールだったり、それが身体的、精神的な能力拡張、まあ、AI とかロボティクスとか、このあたりが、サイファイの、と HI におけるトピックスになってくるんじゃないかなっていうふうに話してました。なので、この未来を考えるにおいては、サイファイのその、まあ、発想力とか、いうところは、欠かせないし、考えておかなきゃ、10年ぐらいだったと思うんですけど、このブライアン・デイビッド・ジョンソンっていう、もともと、その時はインテルにいたのかな？インテルにいた方が、言い始めた言葉です。で、実は、ソニーでも、クリエイティブセンターの、方で、サイファイプロトタイピングっていうのは取り入れています。で、SF 作家とともに描く未来のデザイン、ワンデー、2050っていうのがやってました。で、この中では、サイファイ作家とともに、ソニーのクリエイティブセンターのデザイナーの方が、一緒に短編小説みたいなサイファイ小説を書いて、その世界観、その中で出てくるものを作るじゃなくて、その世界観を表すようなプロトタイプを作ります。で、そのプロトタイプを作った上で、じゃあこういう未来があった時にどういう議論ができるかとか、こういう課題について話さなきゃいけないねっていうのがより議論が進むようなものになってます。で、これがサイファイプロトタイプです。はい。で、ここまでは結構デザイン分野でよく出てくるようなフューチャー系のものだったんですけど、ちょっと、まあ、考える方向性をずらすためにちょっといい例を最近僕は
見つけたので、ちょっとこれだけ紹介できたらなと思ってます。でそれがモアザンヒューマンっていう考え方で、もともとこれは、文化人類学の方が出てきた言葉です。で今まで、人間中心っていう考え方のもとにいろんなものがデザインされてきたし、いろんなものが作られてきたんだけれど、それがちょっと問題化されてんじゃないかっていうところで、例えば人間中心ではなくって、なんか人間以外の種、まあ動物かもしれないし、それが物かもしれないし、もしくは社会っていうところかもしれないし、それを中心としたときに、まあどういった考えが生まれるかっていうところも、いうところをこのモアザンヒューマンでは言っています。はい。で、ヒューマンコンピュータインタラクションのところでも、モアザンヒューマンっていうのは、取り入れられていて、例えば2021年の会という、コンピュータヒューマンインタラクションという、カンファレンスがあるんですけど、その、国際学会で、こういった、論文も出てました。で、これは何かというと、このモアザンヒューマンの考え方なんですけど、こういった左上の、マグカップとか、その下のエスプレッソマシンとか、その下のティーポットとか、あとは、長靴ですね。これが言葉を持って喋るようになったら、どういうことを喋るんだろうとか、じゃあ、周りにいる人間は、何を、彼らに問いかけるのかっていうところを、やった研究になります。はい。なので、コップは周りを見える範囲というのは限られてるし、話す内容はおそらくドリンクとか飲み物に関することになるかなと思います。まあ、こういった、ちょっと、考えをずらすためにモアザンヒューマンっていうところも紹介しました。はい。これが、これで、そうですね。Futures and Speculation っていうところの、一連、ざっと、ご紹介しました。で、共通して見えるところは、皆さん映像作品だったりとか、プロトタイプとかを作ってるってところがポイントで、で、ポイントですと。で、ただ、それが、そっくりそのまま、彼らの作りたい未来かっていうと、そうではないです。よく言われるのが、なんかスペキュラティブデザインでこういう、ちょっと変わった未来みたいなを作りました。だからそれ、なんか作りたいの、なんか、みたいなことをよく、聞かれる方もいると思うんですけど、デザインしてる方も別にそれを作りたい未来とは考えてなくって、どっちかっていうとそこから出てくる問いだったりとか、いうところをディスカッションするための、ものとなっているので、プロトタイプ作ってディスカッションするところまで含めてのデザインになっています。で、その先ですね。一番、僕もソニーとかで働いているので、じゃあどうやってビジネスにつなげるのっていうところに関しては、僕もむちゃくちゃ気になってます。で、ただ、こういうフューチャースタディーズ系の人たちっていうのは、アカデミアも結構多いので、実際にビジネスにつなげるというところまでちゃんとやってる人っていうのはかなり少ないです。で、先ほど言ってたスペキュラティブデザインを言ってたアンソニー・ダンさんとも学校でお話もさせてもらったんですけど、彼的にはこう議論を作る、問いを立てて議論をするっていうところまでが彼の中でのデザインで、その先にどうビジネスに生かすかっていうのは一切やってないと言ってました。そこまで言い切ってました。それは面白いなと思って。ただ、彼らがやった、問いを立てて議論を作るってとこから、例えばマイクロソフトがそれを持ち帰って、自分の中でどうビジネスにするかってとこも考えたりとかはしてるみたいです。なので、そこの部分まで多分、企業で働いてる人では、やらなきゃいけないと思うし、僕も考えていきたいなっていうところになります。はい。ちょっと長いですが。次にストーリーテリング、ナラティブというところをご紹介したいと思います。で、ストーリーテリングとかナラティブって聞いたこと、言葉として聞いたことはある方はいますか？皆さん結構多いですかね。結構多い感じですね。はい。で、ストーリーテリング、ナラティブっていうのは大事だよね、みたいなところが最近ですね、言われてきて、もちろん、アメリカでも2010年代ぐらいから言われてる言葉になります。で、ストーリーテリングとナラティブの違いっていうところは、なんか結構いろんなところで言われてるんですけど、僕が学んでたパーソンズでは、ストーリーテリングとナラティブをあえて別の意味で使ってる方とかいなかったので、ちょっとまとめて、
まとめたいと思います。はい。で、ストーリーテリング、ナラティブっていうのは何かっていうと、作り手が、まあ、伝えたいメッセージがあって、それをユーザーに届けたいです。その時にストーリーテリング、まあ、ストーリーとかナラティブって、まあ、物語っていうものにこう、包んで届けてあげると、ユーザーに伝わりやすいし、共感が得やすいっていうものになります。で、ちょっと何個か、例を紹介しますが、ナショナルグラフィックインの、インスタグラムです。で、ナショナルジオグラフィック時代もストーリーテリングにすごく力を入れていて、奨学金制度とかも出すぐらい、もうストーリーテリング、ストーリーテリングって言っています。で、彼らのインスタグラムでは、こういった、まあ、印象的な写真を載せて、その背景にあるストーリーを、まあ、文字でざーっと書いています。で、これによって何回もちょっとインスタグラムに帰ってきて、見たいな、みたいな。そういった、行動を促そうというのが、彼らのインスタグラムです。で、もうちょっとわかりやすい例が、この Amazon プライムの動画なんで、ちょっとご覧ください。はい。まあ、Amazon プライムって皆さん、お使いだと思うんですけど、それはこういう機能あるよとかっていう紹介するんではなくって、その背景にある、それを使った時のストーリーっていうところを、まあ、伝えることによって、共感を生んで、みんなが、まあ、Amazon プライム使いたいなっていうふうに思わせるようなものになってます。で、じゃあ、ちょっと日米の、なんか、アメリカってすごいストーリーテリングを、使ってることが多くって、もちろん日本でも使ってるはいるんですけど、なんかそこまで流行ってないなと、個人的な感想を言います。で、僕も授業中になんか作品を作って先生に見せたりとかすると、それのなんかナラティブは何とか、ストーリー何っていうのを聞かれて、え？みたいな、ストーリーって何ですかみたいな、そんなの知らないんですけど、みたいな聞いたら、いやいや、ストーリー何でもいいから作ったらいいんだよ、みたいなことを言われていて、おそらくこう、アメリカ人とも話してたら、アメリカ人はもともとストーリーをこう作って話すってことに慣れてる。小学校の時からショー&テルっていうのがあって、自分の好きなものを持ってきて学校に、それをみんなの前で発表するみたいなのもあったりとかして、そういったまあ文化背景があるので、まあ違いがあるんじゃないかと思っています。で、個人的に、まあ、二つ、ニューヨークの JG メロンっていうアメリカ料理屋さんのホームページと、麻布十番の麻布長坂さらしな本店という、まあ二つのホームページで、伝え方の違いっていうのをちょっと考察したので、ちょっと今日はお伝えできればと思ってます。で、左側の JG メロンに関しては、ホームページ開くとこういったメッセージがざーっと書いてて、地元の人から国際的なスターなど、様々な人が来てくれていると、まあ、いかに自分たちがこう、周りから支持されているかのアピール。まあ、すごいアメリカ人っぽいですよね。と、最低限のお店情報です。メニューとかも多分ないし、この下には写真はざーっとあるんですけど、なんかかっこいい写真しかなくって、電話番号がギリギリ、住所も、まあ、ちらっと書いてるぐらいのものになります。なんか多分、日本人の僕からすると、うん、物足りないなというか、もうちょっと情報欲しいなと思うんですけど、右側の、麻布長坂さらしな本店の方行くと、お客様に支えながら、と、お客様があってこそ自分たちがやっていけたみたいなご挨拶があって、他のところには、イベント情報でこういうイベントやってます。で、店内のお席はこんな感じですってレイアウトが書いてたりとか、あと、お店までの、駅からの歩き方とか、メニューもちゃんと値段までしっかり書いてたりとか、すごい情報が、多くのお店情報があるかなと思ってます。で、この違いは、まあ、何かなってところで、アメリカって、まあ、移民もすごく多いし、あとは、教育的にも、まあ、あんまり教育受けてない方とか、もちろんすごく受けてる方もいるんですけど、まあ、文化的、教育的に多様なので、
すべてゼロから説明しなきゃいけなくて、それが難しい説明では伝わらないっていうのがあるかなと。日本だったら蕎麦屋さんって言ったらなんとなくイメージが浮かぶと思うんですけど、アメリカで蕎麦屋さんって言っても、うん、何かわからない。じゃあタコス屋さんって言っても、逆に僕たちはわからないと同じような感じでわからないので、まあ全てゼロから説明するというところが必要で、そういった、まあ、ストーリーに乗せて伝えると、伝わりやすいし、伝わりやすいってところが、ここで言いたいポイントになります。で、次に、まあ、ストーリーっていうところを、まあ、今言ったメディアの一部と、おきまして、じゃあ、どうやってこの情報伝達の媒体手段であるメディアをこう使うかっていうところなんですけど、実は、伝えたいメッセージが A、B、C って適当につけてますけど、あって、それをメディアに乗せて、ユーザーに伝えると、おそらく、そのメッセージをどういうふうに感じたかっていうのは変わります。はい。で、これは、もちろんメディアの、いろんなメディアによって様々ですけど、例えば、新聞一つ見ても、今で言ったら、まあ、ロシアで同じ記事を見るのと、ウクライナで見るのと、おそらく、ロシア人とウクライナ人は違う感じ方とか、メッセージの捉え方をすると思うので、そういったメディアっていうのは、作り手とが発したいメッセージとユーザーが受け取るメッセージが違うってことを前提に考えた方がいいかなと思って、ちょっと一旦ここを紹介させていただきました。じゃあ、まあ、ストーリーテリングナラティブの作り方ということで、まあ、どうやって作るのっていうのは、正直、やり方は僕もあんまないかなと思って、先生に聞いても、いやいや、なんかそんな昔からやってるしぐらいな感じだったんで、個人的にこういうやり方がいいんじゃないかなと思ってまとめてみました。で、大きく分けて情報収集、コアメッセージを膨らますっていうところと、情報提示、コアメッセージが一番伝わるメディアで共感できるナラティブを作るっていうところがポイントになります。で、左側の情報収集に関しては、まあもちろんデスクトップリサーチで課題とかテクノロジー、ユーザーについて調査したり、自分自身が伝えたいコアメッセージを明確化、コアメッセージを伝えたいユーザーを明確化。で、さらに自分が、まあ、できる提示手段ってところもちゃんと考えておくっていうところがポイントになります。で、情報提示としては、コアメッセージを伝わる、が一番伝わるメディアで共感できるナラティブを作るってところがポイントで、それはまあ映像、音声、文章、まあ、デザインフィクションもそうです、サイエンスフィクションもそうだし、まあ、フィジカルのモック作ったり、インタラクティブメディアにしたりとかっていうのもあります。で、まあ、一番やりやすいところで言うと、本当文章を書く、まあ、小説書くとかいうところから一番わかりやすいかなと思ってます。で、そういったまあ文章とか、直接的なものだとメッセージはユーザーに届いたときに違ったような解釈になる可能性はまあ低いかなと思っていて、ただ共感っていうのがどれだけ埋めるかはわからないです。ただインタラクティブメディア AR とか VR になるとユーザーがその体験にしっかり自分でのめり込んで自分が動かした通りに世界が広がっていくので共感は埋める可能性は高くなるんですけど、逆に伝えたいメッセージっていうのは変わってくる可能性が多くなります。なので、その部分はしっかり頭に入れた上で、どういったストーリーを作るかっていうところがポイントになります。はい。ちょっとこれまでがストーリーテリングとナラティブのお話で、最後じゃあ、フューチャースペキュレーション、ストーリーテリング、ナラティブ、こうまとめたようなお話をちょっとできたらなと思っています。で、1987年、アップルのノレッジナビゲーターというのがあったんですけど、ご存知の方いますか？さすが。そうですね。ちょっと映像をご紹介します。メッセージが3件あります。先生の研究員チームがガテマラから連絡してきました。大学3年生のロバート・ジョーダンが期末レポートの提出を再延長してもらいたいとのこと。そして最後に先生のおか日曜の父さんの誕生パーティーを忘れるのだろう。今日12時に学部内の昼食会があります。2時にキャシーを飛行場まで連れて行き、4時15分からアマゾン雨林における森林伐採について講義です。わかった。前期からの講義ノートを見せてくれたまえ。ダ
メだ、これじゃ十分じゃないな。もっと最近の文献を見直そう。まだ読んでいない新しい論文を出してくれ。専門誌からですか？そう。先生の友人のジル・ギルバート女子が発表した論文があります。アマゾンの雨林伐採がサハラ砂漠以南の雨量にどんな影響を及ぼすか、さらに干ばつがどのようにアフリカ食料生産に影響し、食料輸入を増加させるか述べています。ジルに連絡してくれ。連絡しましたが、ただいま席を外しています。先生から電話があったというメッセージは残しておきました。OK。はい。1987年だと、多分、何の技術、なんか将来的にどうなるんだろうと思ってたかもしれないですけど、今で言ったら、本当 Siri とか、iPad とかもある技術かなと思います。で、これって Apple が作ってるんですけど、面白いことに、Sci-Fi としても評価を得ていて、いわゆるストーリーテリング的にも、いいものになってます。で、なんでじゃあ Sci-Fi としてこれを伝えなきゃいけないのかなっていうのも、自分で考えていると、おそらく1987年って、皆さんまだ自分の PC 持ってないし、テクノロジーに、疎い人が多かったかなと思います。なので、その時に、こういう製品です、ドーンみたいな普通に言ったとしても、多分ユーザーには伝わらなくって、まあ、Sci-Fi とかいうストーリーに乗せて伝えると伝わりやすかったんじゃないかな、というふうな予測してます。わからないですよ。皆さん教えてください。はい。で、まあ、例えば、ここで挙げてるこの未来の図っていうのはすごいみんなワクワクするだろうし、これ見たら、お、すげえ、みたいな、こんな世界あんのみたいな思うかもしれないですけど、もう、あり得る世界、あり得る未来っていうのを考えたときに、もうちょっと違う未来も、考えなきゃいけないなと思って、一つ、レクサスの、例をご紹介します。Introducing Genetic Select by Lexus, the world's first service that uses human genetics to match you with the car of your genes. Through a partnership with 23andMe, using their proprietary DNA genotyping, one small saliva sample will unlock your DNA, telling us where you're from, where you're going, and now,how you're going to get there. Within 48 hours, your handcrafted Lexus will be delivered to your driveway. Based on your chromosomes, everything from the model, styling, and performance capability will be crafted exclusively for you, inspired by your favorite scent, a genetically personalized new car smell. If your DNA markers reveal a susceptibility to freckling, protective UV tinting.Even an enhanced windshield matched to your personal prescription. Genetically predisposed to high caffeine consumption, enlarged cup holders. And best of all, operating your vehicle no longer requires a key. The perfect driving experience is in our DNA, because it's also in yours. Experience craftsmanship at the genetic level. Experience amazing.これ、実は言うと、エイプリルフールネタのやつになります。レクサスが本当に発表したものになります。ただ、エイプリルフールのネタです。でただ、これで、エイプリルフールとして、ただ、まあ、候補で使うとか、まあ、あるかもしれないですけど、いろんな未来を考える上では、すごく面白い題材かなとも思ってます。まあ、こういった、まあ、ジェネティックなものが、もし、車に搭載されるとなったら、こんな未来も考えなきゃいけない。こういうことも考えてなきゃいけない。そういった、まあ、議論のきっかけになる、すごいいい題材だなと思って紹介させていただきました。はい。もうあと少しだけですが。はい。これも、ナラティブフューチャーコーンズって言って、まあ、フューチャーコーンの一つなんですけど、パーソンズのエリオットという先生が作ったものになります。で、ありそうな未来っていうのは、未来のこう途中ぐらいまで止まってるし、プラウジボー、あ、すみません、もっともらしい未来も、まあ途中まで止まってる。で、ポッシブル、まああり得る未来ってところも、は結構こう遠くまで広がったりとか、まあありえない未来はその底にいるっていうところが、まああるんですけど、ちょっとこう、これをどう解釈するかっていうのはすごく難しいんですが、実は過去の方までこう広がってるっていうのもポイントで、現在があって、現在からそのちょっとずれたポイントとか、過去のずれたポイントっていうところを、
考えるっていうところも一つありなんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、アンソニー・ダンさんとかフィオナ・レイビーさんも言ってるのが、not here, not now って言っていて、今現在のここじゃなくて、今じゃないっていうところのいろんなところをこう考えていきましょう。それを、そういったものを考えた上で議論していくってことが、未来を考える上には大事なんじゃないかっていうふうに言っています。はい。で、じゃあ、未来を考えました。いろんなあり得る未来考えて、議論しました。じゃあ、どうやって、それを、今やることに変えて、お金を生むようなプロジェクトにしていくかっていうのはすごく気になるポイントかなと思うんですけど、まあ一つだけ何個か方法あるかもしれないですけど、こういった方法、まあバックキャスティングという方法があるので、ちょっとご紹介できたらと思います。で、それはまあいろんな未来を考えた上で、それをじゃあその2050年から2040年どうなる、30年どうなる、そして今どうなる、そしてその時のまあトレンドとか兆候っていうのをまあテクノロジーだけじゃなくて、いろんな面から考えていくっていうところが、バックキャスティングです。で、もちろんあり得る未来っていうのは、いろんな未来があるはず。もちろん未来だけじゃなくて、過去かもしれないし、ちょっと、そういうものもあった上で、バックキャスティングをこうしていくと、じゃあ今やらなきゃいけないっていうポイントも、出てくるんじゃないかなと言っています。はい。じゃあ、これちょっと最後のページですけど、未来は1位ではありませんと。様々なあり得る未来を作って、議論するっていうところがポイントになります。で、その後に自分たちの想定する未来を施策して現在やるべきことに落とし込むっていうところは、企業人としては、ものすごく大事だと思いますし、難しいポイント。アカデミーの人たちはあんまりやってないポイントなので、ぜひ、そうですね、今日皆さんと、僕も全然、1年学んできただけなので、皆さんとこれからも一緒にやっていけたらなと思っています。で、ある時には、まあ、馬鹿げたような、さっきのハンドルを舐めるみたいな、そういった未来も考えることもあると思うんですけど、そういった未来をコミュニティとして受け入れるってところもすごく大事で、それを、なんか、なんだそれみたいな感じで言っちゃうと、そういった未来の、考えっていうのは、もう出てこなくなっちゃって、結構幅が狭いような未来にしかなっちゃう、になっちゃいます。なので、ちゃんとコミュニティとして、そういうアイデアを出したとしても、受け入れる、考え入れる。そしてそこからまたアイデアを膨らますような、そういったコミュニティを作っておく。まあデザインしておくってことも重要になります。で、まああり得る未来っていうのはすごく伝わりづらいし、それをストーリーにして伝えると伝わりやすいんじゃないかなと思ってます。で、この一番難しいところをこの下の方に絵描いたんですけど、まあプロトタイプとか作品、アートを作って、それから議論する。で、その後にちゃんとお金を生む、実際にビジネスにつながる未来まで、を変えていくっていうところ。ここまでを、やっていければと僕は個人で思っています。はい。はい。で、ソニーであり得る未来を施策してビジネスでつなげる活動をしていきますと、ここで宣言はしちゃっていいのかわかんないですけど、そういうことしたいですっていうふうに、はい、言ってます。はい。なので、一緒にあり得る未来のストーリーを施策する仲間を募集しているので、ぜひぜひ、いつでもお声掛けいただければと思います。今日は長い間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さすがの、あれですね、同じ科の同僚として、いつも素敵だなと思いましたけど、こういうお話長くしていただいてもやっぱ素敵なんですね。すいません、なんか、もっと長くて。この後の懇親会はますます楽しみになっちゃいます。じゃあそれで一旦ですね、資料の共有を停止いただいて、はい、この後のイベントの手を少しだけお話しして、はい、リアル会場の方は懇親会に移行したいと思います。ありがとうございます。何か質問とかあったらぜひチャットでも、はい、書いてください。そうですね、この後の懇親会中に回答とかもあとハイブリッド飲み会希望とかあれば対応させていただきますので。はい、ありがとうございました。この後のイベントの提案をご案内させていただきます。来週以降ですね、フィナンシャルタイムズと英語学習を、フィナンシャルタイムズの、シニアカスタマーアクセスマネージャーとか、その後、セロトニン活性呼吸法を、
もし富裕層向けプライベートバンカーが大手企業勤務ならお金のこと何から始めるかをリアル会場でも深くお話しいただけるみたいです。スラムダンクに学ぶ相互依存と自立の関係性をストレングスファインダーを診断してお話しいただいたり、生成 AI かける事業開発のお話しいただいたり、3D プリンターの方々のミートアップしたり、フィルハーモニコンオーケストラの演奏会したり、M5 スタックという試作にすごくよく使われる機械 の CEO さんが来ていただいたり、日本文化である予習の魔法を伺ったり、一気に英語らしくなる無生物死語の使い方を伺ったり、また読んでほしくなる読み聞かせの方法みたいなお話をいただいたりなどございます。興味を持っていただきましたら、ブリッジターミナルの社外ポータルや、福間の YouTube チャンネルをいいね&フォローチャンネル登録などいただけるととても嬉しいです。改めまして、本日は誠にありがとうございました。先ほどですね、アンケートのご協力を改めてお願いさせていただきましたので、興味を持っていただきましたら、今後とも登壇者へのコメントや運営の維持発展のためにもご協力いただけると嬉しいです。では、最後に素敵な登壇をいただいた平野様に盛大なる拍手をよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。いつでも連絡待ってます。はい、ありがとうございます。ああ、私もカメラ、これはオンにできるか。あ、ぜひぜひ、そうですね。はい、それではですね、こちらで YouTube ライブの配信を停止させていただきます。YouTube で見ていた方も大変ありがとうございました。失礼いたします。